原監督です。今日は今シーズン最多の13得点、しかも監督序盤の2イニングで13点取りました。見事な打線のつながりでしたね。いやそうはないですよね。まあ、よく集中して、今日はリリーフの、人が放り先発しましたけど、まあ、集中力良かったと思いますね。その中には松原の嬉しいプロ初ホームランもありました。かなり大きな当たりでした。どうご覧になりましたか。まあ、練習等々で見てると、出てもおかしくないというスイングをしてましたんで、まあ、偶然ではありません。まあ、必然だと思います。スタメンで起用し続けていますが、ゲームの中での成長という部分を松原感じますか。まあ、その前の試合かなんかでスタメンをちょっと外してね、重信という形もありまして、まあ、2人がいい形でね、まあ、ライバル関係であるならば非常にいいと、まあ、それも刺激になったと思いますね。キャプテン坂本にもホームランが出ましたが、調子の方は監督から見てこう徐々に上がってきている、状態は良くなってきていると見ていますか。はい、ボールそのものにちゃんと入っていけるようになって、まあ、いい形でボールを迎えている感じはしますね。先発の田口も味方の援護がありましたが、6回1失点、そしておよそ1ヶ月ぶりの勝利になりましたが、いかがでしょうか。本来の、まあ、ピッチングはできて、まあ、本人少しなんて言うんでしょうね、少しナーバスになっているところはあったんでしょうけども、まあ、これで、吹っ切れてですね、まあ、いい形になればなというふうに思っています。監督これで5連勝です。そしてこの13連戦もベイスターズに3連勝という形でいいこの連戦をスタート切っていると思うんですが、まだ連戦は続きますが、いかがですか。まあ、今日は、勝利することはできましたけど、また明日から戦いは続きます。はい、ありがとうございました。はい。